はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。8月9日水曜日のね、活躍選手予想をねしていきましょう。現在ね、8月8日火曜日のね19時なんですけど、今永さんがね初回から大炎上、4失点。まあね、かなりね出鼻をくじかれたんですけど、活躍選手予想はねこういうことがよく起こります。なのでね、まだまだ、ポジティブにね捉えて皆さん頑張っていきましょう。で、明日のね注意点なんですけど、台風6号がね近づいてますね。九州のね西側を通る予想なんですけど、全国的にね結構雨予報が多くて、屋外球場のね横浜スタジアム、神宮、ゾゾマリンの天気を見るとね微妙なんですよね。できそうかもしれないんですけど、僕はねこの3球場はね外しました。で、ペイペイドームが福岡にあるんで、試合開始時間あたりに台風がね西側を通るんですよね。なのでね、僕はまあリスクを抑えてここもね選んでません。なので、巨人対阪神の東京ドーム、ファイターズ対ライオンズのエスコンフィールド、このね2試合のみからね今回選んでます。で、皆さんもね明日のね朝までね天気予報見れるんで、天気予報見ながらね変更してもいいと思います。変更可能な時間はね、明日の午前中までですね、11時59分まで。なんで、そこまではね、天気予報を確認していただいて、できるかどうかね、判断されたらいいと思います。僕はね、まあ、少しでも中止の可能性があれば、選ばないですね。ということでね、最終的に選ぶかどうかっていうのはね、ご自身で判断してください。ではね、明日のね、予想を発表していきたいと思います。はい、ということでね、野手から発表するんですけど、今日はね、まあ天候とかね、台風もあって、かなりね、選べる選手が少なかったので、対戦成績はね、あんまり良くない選手が多いです。なので、まあホームランとかね、打って得点を取れそうなね、選手たちを選びました。で、キャッチャーはね、今日と一緒、大城さんですね。対戦投手が阪神のビーズリー投手、右投手ですね。なのでね、まあ、左打者ということで、東京ドームでホームラン打ってほしいですね。で、ファースト、大山さん。対戦投手がね、巨人のグリフィンさん。で、対戦成績もね、良くないんですけど、ここもね、ホームラン打ってもらいたいですね。で、セカンドはね、中野さんですね。で、サードが清宮さん。で、対戦投手が隅田さん。ここもね、対戦成績良くないんですけど、今年ね、清宮さん成績良くて、さらにね、左投手がかなり打ってるんで、まあ、ここはね、入れました。ショートはね、坂本さん入れる予定だったんですけど、今日の試合で2打席目で代打送られてたんで、ちょっとね、まあなんかあったんじゃないかなということで、源田さんにね、変えてます。で、レフトが、松本剛さんですね。対戦投手が西武の隅田さん。左投手ということでね、松本さんここもね、一発打ってくれたら嬉しいですね。で、センターはね、近本さん。対戦投手が、巨人のグリフィンさん。近本さんね、左バッターなんですけど、左投手の方が得意なんですよね。ということで、選びました。で、ライトはね、万波さん。対戦相手、西武の隅田さん。今シーズンがね、3打数2安打。で、まあ、打ってるんでね、選びました。で、DH はね、今絶好調の岡本さん。まあね、ドームですし、ホームラン出る確率が高いんでね、ここは外せないと思います。はい、ということでね、明日はまあ雨とかね、台風とか、まあいろいろあるんでね、まあ自分のね、思った通りの選手は選べなかったんですけど、まあポジション1ポイントをね、確実に取っていって、まあ、僕のね、選んだ選手たちが、ホームラン打ってね、活躍してくれたらいいと思います。はい、じゃあね、明日からも頑張っていきましょう。じゃあねー。